うちのお店はムール貝とか魚介類がすごい強いもので、今までいろんなフランス産とかを入れてたんですけど、国産というのはなかなか入らなくて、今回渋谷さんからこのムール貝を紹介していただいたら、本当に大絶賛をいただきましたので、この復興の力に少しでもなれるように、今後うちの方でも使っていきたいなと思ってました。牡蠣を300個、あとムール貝が大体4キロ弱ぐらいありましたので、それをもう全部料理するためにもうご用意しています。全部で16種類いたしますので、牡蠣と生ハムのオーブン焼きで、2つ目が牡蠣のパン粉焼きで、牡蠣とアヒージョというオイル焼きですね。でそれとあと牡蠣のグラタンと、もう一つ牡蠣の食べていただける牡蠣のリゾットがありましたので、これはちょっとバジル風味でちょっとやらせていただきますので、牡蠣のいろんな使い方がちょっと僕も今まで経験はあったんですけど、少しでもこの時間にいろんな種類を出したいなと思いますので、あとちょっとひらめいたらもっと出すかもしれませんので、はい、牡蠣もすごい美味しいです、ね、まだまだ出てきますからね、お腹少し開けておかないとこんばんはお味はいかがでしょうか。今野菜食ってますけど、さっきまでずっと貝食べてました。この渋谷がムールちゃん意外に美味しい。美味しいですよ。非常に皆さんいろいろ食べてます。この先クイズを始めます。1等第1位は殻付き牡蠣をプレゼントです。小野崎に民宿がございます。民泊民宿といえば何でしょうか。ユーモア村、どっかで聞いたことあるのんびり村、小野崎村、ナタリー村。皆さん美味しいって言ってくれたので、生産者の方に聞かせてあげたいよ。お集まりご参加いただきまして誠にありがとうございます。先ほど、お渡しした牡蠣の直販なんですが、インターネットからもお買い求めいただけますので、ぜひ美味しく食べて復興支援ご協力お願いいたします。もし牡蠣をですね買っていただきましたら、 Facebook でこう美味しいよっていうのとかこうシェアしていただけると、それもかなり応援になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。